では、11レース準決勝1着で勝ち上がりました福井の脇本雄太選手です。はい、1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、初手が前中段になりましたけども、スタートからいかがでしたでしょうか。なんか雰囲気牽制しそうっていう感じだったんで、うん、まあ、あのどんの時点でなんとなく指して終わりましたけど、はい、まあまあ前以外ならどこでもっていう感じ、まあ、後ろいやもう別に前でもどこでもいいんですけど、うん、その自分が勝負どころではしっかり一番後ろで構えたいっていうところですね。あの青野選手が行ったところを、まあ、ちょっとおすすめだったんですけど、吉田選手が行ってで、松本選手が飛びついたって形になりましたけど、あの辺は見ててどうでしたでしょうか。なんか吉田君自体は僕の前になんか入って休んでた感じがあったんで、あワンテンポちょっと遅れるかなとか思ったら徐々なく行ったんで完全に立ち遅れた感じはありました。じゃあ、 あの離れたとちょっと車間が空いたところはその立ち遅れた分が完全に出てます、はい、まあホームのところでまくりに行ったわけですけども、そこの感覚っていうのはいかがだったでしょうか。いや、まあ、もう焦りで踏み込んでるだけなんで、まあ、その出し切れたかどうかなんかいう余裕はなかったですね。はい、まあ、前輪もその昨日言ったように借りたものになって、うん、そこの感覚っていうのはなんか感触はやっぱ微妙にやっぱ違うんで、うん、まあ、明日多分元に戻るんで、まあ、これで少しでも良くなればっていうふうに思ってます。まあ、ただそれでも上がりが 10.7 で、まあ、いくつもあるんですけど、タイ記録ってことで、タイ記録何個あるんやろうなって少なくとも前橋と松戸は持ってるはずなんで、はい、あまり足して興味のあるところではないですよね。でもそれぐらいのタイムが出る感覚とかっていうのではあるんですか。そういうのはないですね。はい、分かりました。まあ、明日元気は、まあ、もう一人にはなると思うんで、まあ、短期になるかどうかはまだちょっと分からないと思いますけども、うん、まあその立ち悔し、まあ、厳しい戦いになるのは間違いないですけど、まあ、その中で自分ができることはしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。まあ、天候にもなんとか恵まれそうで、まあ、そうですね、雨じゃなければ何でもいいです。はい、では明日に向けての意気込みをお願いします。はい、優勝できるように一生懸命頑張ります。お願いします。